阪神大山雄介得点圏打率リーグトップに。阪神大山雄介内野手29が終盤に畳みかけた7回と8回に敵地打を放ち、カード初戦を8得点の快勝に導いた。得点圏打率は3割4分でせリーグトップに躍り出た。3点リードの7回に C1 2塁ヤクルト2番手山野の2球目外角低めの134キロフォークを振り抜いた。ライナーで左前に弾ませ4点目1塁ベース上で大きく手を叩いた。初回と5回の第3打席は先発吉村の前に三振に倒れていた。打線も初回以降得点を奪えない中、試合の流れを決定づける追加点を叩き出した。次の1点というのがあったのでそれが取れてよかったですし、勝ったのでよかったですとうなずいた。この一打で打線に火をつけると3点が追加されて迎えた8回に C1 2塁初球の高めに入ったスライダーを左翼フェンス直撃の敵地2塁打2安打2打点の活躍で大勝を呼び込んだ。セリーグ得点圏打率トップ3は全て阪神、近本中野が出れば点につながる確率は高い。ようやく完全に復調したと言えるのではないかと思う。打席の立ち姿も以前と全然違って雰囲気が戻ってきている。アレンパに向けて頑張ってほしい。ここ数試合はまた良くなってきているから自分から崩さないように。まあ初回の見逃し三振は頭になかった球種ストレートだったんだろうし、割り切りはできるかな。得点圏1位大山、2位佐藤、3位森下、この事実に愕然とした。どれだけ投打の噛み合わせが悪かったんだ今年。今年はそんな印象全くないのが不思議。重要な場面での地打を期待したいですね。大山の調子が間違いなく上がっていることは非常に大きいですな。中野のバンドが良かった。佐藤が三振で左ピッチャーも油断したのか大山が狙い撃ち。この中押しの1点が大きかった。大山選手すごいです。ずっと大事な場面で凡退ばかりしているイメージがあったので意外でした。最後までこの調子でお願いします。テルと大山が打てば安心。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。